スティーブン・デイビスは、北アイルランド出身の同国代表のサッカー選手。レンジャーズ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。2004年からアストンビラ FC でプロキャリアをスタートさせ、2007年、フラム FC に移籍した。2008年1月31日、レンジャーズ FC にレンタル移籍し、同年8月21日、4年契約で完全移籍を果たした。2016年、サウサンプトンでのデイビス2012年7月、プレミアリーグのサウサンプトン FC へ完全移籍。8月19日のマンチェスターシティ FC 戦でデビューし、この試合は3-2で敗れた。その後は中盤の用として試合に出場し続けた。2014年10月17日、サウサンプトンと2018年まで契約を延長した。2017から18シーズンに主将のジョゼ・フォンテが移籍すると変わってキャプテンに就任し、変わらずコンスタントに出場機会を得た。しかし翌シーズンになると状況は一転。前シーズンに加入してきたマリオ・レミナやピエール・エミール・ホイビュルクにポジションを奪われ、前半戦はわずか3試合の出場に終わった。2019年1月6日、古巣レンジャーズにシーズン終了までの期限付き移籍で復帰した。5月2日にはレンジャーズに完全移籍し、1年契約にサインした。ありがとうございます。